交代の時間か。イバの意識が戻った。あやつはどうなのだ。グレイはあのままだ。だが一人だけならそれほど手はかからない。雨の中この湿地帯を抜けようというのか。いや、それだけあやつの容体が悪いということか。今まで雨と闇は唯一の味方だと思っていた。今まではな。嫌な雨だ。体の調子はどう？ええ、だいぶ楽になりました。無理はしないでくださいね。私は大丈夫です。それよりグレイは。ないかもしれません。その前にあなたの手は借りません。グレイは私の。私が封じます。覚悟はよろしいですね。はい、私はそのためにあります。いいでしょう。他の二人はいかがですか。リールさんはわかりません。それに彼女のことも。確認をするほどの猶予はありません。この際二人のことは仕方ないでしょう。そうですね。様子はどうだ。手は尽くしているが。わからないの。私にはどうしようもなくて。やはり持ちませんでしたか。ですがここまでカオスを封じられたことは素直に称賛すべきなのでしょうね。何を言ってるんだ。お兄ちゃん、よかった。ようやく目覚めたようだな。どうだ気分は。まだ覚醒しきっていないようだな。なぜという顔をしているぞ。お前は何千年ぶりかの再会ではないか。しかもどちらも人の身にやつしてだ。この劇的な再会を祝おうではないか。一体どういうことだ。さっきから何を言っている。私としては今のままでもいいのだが、全てを私のものとするためには目覚めてもらわねば都合が悪いのでな。さあ貴様自身を。全てを取り戻せ。カオス。
私の封印を解いた。世界は痛みを受け入れる覚悟ができたというのか。この世界はまだ偽り、偽りを捨て真の世界を受け入れるというのか。どういうことだ。真実を知らず私の封印を解いたというのか。ならまだ時は満ちてはおらぬのだ。今一度私を封印せよ。その剣を用いてな。レニオンがいない以上、お前にしかできぬこと。俺にしかできないことだと。それでは困るのだよ。お前どうした。何してんだ。ようやく気づいたか、カオスよ。カオスだと。わけのわからないこと言うなよ。それよりフィオナを話せ。この娘はもともと私のものだ。笑えない冗談はよせよ。俺は今気が立ってんだ。これ以上は付き合えないぞ。フィオナを話しなさい。彼女はあなたのものなどではありません。いや、これは私のものだ。この器は神、私の肉体となるべく選ばれたのだからな。フィオナが器だと？一体どういうことだ。器はグレーじゃないのか。器には違いないが、私の器ではない。どういうことか説明してもらおうか。貴様たちに理解できるかどうか怪しいところだが、いいだろう。これまでの働きに少しは報いねばな。その前に、今私の力を返してもらうぞ。あなたの力？何を言って。少し持つと思ったのだが、全く期待外れだな。だがまあそれも仕方あるまい。貴様は何の取り柄もない、ただの人形なのだからな。私が人形？何を言って。
私はどうしたの？しっかりして！思い出したようだな。自分がただの人形でしかなかったこと。いや、今の表現は適切ではないな。人形は記憶など持たぬからだが、単なる人形であったとしてもよかったのかもしれんな。カオスのそばにいられる限りは。しかし貴様は捨てられたんだ。そこにいるカオスに。哀れな貴様を拾ってやったのはこの私だ。私の魔力の受け皿としてだがな。もしやイバ様の体調が優れなかったのは。魔物を撃った時、時折見せていたあの表情は、自身の中にある器が満たされていくごとに感じていたことだろう。神の力を受け入れるということがどれほどの苦しみをもたらすか。ただの人形であっても痛みを感じることはできたみたいだからな。お前の望みは何だ。またこの娘を見捨てるのか。まあよい。私の望みは私自身を取り戻すこと。そのためには貴様の協力も必要だからな。だがその前に、この娘の肉体を利用し私の肉体を再生させる。肉体を再生するだと？貴様何者だ。神に向かって何者とは、万死に値する暴言だな。だが今の私は機嫌が良い。貴様のことを許しもするし、その問いにも答えてやろう。我が名はメビウス。時と空間を司る者。